こんにちは。今からわかる狭間寛平アースマラソンということで、振り返ってみたいと思いますが、2008年、2年前ですね、12月17日にこちら大阪を出発しました。そして 691.9 キロ走ったところで、鴨川からエオラス号に乗って1月1日出発いたしました。太平洋をですね、ずっとこの線で行きまして、嵐にも会いました。まあ見てください、この雨とこの波、そしてこちら、ここの線が日付変更線ですね。やったぞー、通過したぞー。12710キロ、70日かけてこちらロサンゼルスのロングビーチに到着をいたしました。このロングビーチを出発しまして、ネバダ、アリゾナ、ニューメキシコ、コロラド、カンザス、ミズーリ、アイオワ、イリノイ、インディアナ、オハイオ、ペンシルバニア、ニュージャージー、ニューヨークと、実に14州走り抜けました。ありました、ついにアリゾナだ。いよいよここからニューメキシコ、コロラド、カンザス、ミズーリ、アイオワに入ります。入りました、イリノイ州抜けました。ペンシルバニア、州境ですね。入りました、ニュージャージー、ついに踏み入れました、ニューヨーク。2009年の7月9日、118日間、4830キロを走ったと。そしてですね、2009年7月15日にこちらのニューヨークを出港しまして、大西洋を横断いたします。そしてちょうどこの辺ですね、寛平さんは60歳の誕生日を迎えると。全然知らん人の家でお世話なってん、そして60歳の誕生日を迎えてですね、ここをずっと来まして、35日かかりまして、8月の17日ルアーブルに到着と。せーの、今度はまた陸路、ユーラシア大陸、こちらをですね、走っていくわけですが、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、そしてデンマークというところに向かって走っていきます。ベルギーに入りました、オランダに入りました、ドイツに来ました、デンマーク。そして10月2日コペンハーゲン IOC 総会ですね、東京が落選をしたこの瞬間、VTR ご覧ください。何それ。続きまして、このコペンハーゲンをまた出発しましてですね、ドイツ、チェコ、スロバキア、ハンガリー、セルビア、ブルガリア、トルコというふうに、ヨーロッパを走り抜けます。やったー、ハンガリーに来たー、セルビア、ついにブルガリア、ちょっと写真、そしてこの線ですね、ボスポラス海峡の線になりますが、ここからがアジアということで、2009年12月14日、ついにアジア入りという形で走り抜けます。その瞬間、VTR でご覧ください。やったアジアに入ったそしてこのアジア入りまして、アンカラまで走るわけなんですが、陸路1万キロ走ったというところで、一旦、イスタンブルに戻ります。そして精密検査の結果、前立腺がんが発見されると
その発表をご覧ください。検査した結果、前立腺のがんということが分かりました。ひょっとしたら死ぬかなとかいっぱい思いました。治しながら走れるでということを聞きました。もうその時はめちゃめちゃ嬉しかったです。ということで、前立腺がんが発見されたんですが、ホルモン治療しながら、走っていいということですので、こちらからイスタンブールからこのアンカラを通ってですね、トルコ東部この辺もマイナス20度非常に極寒の中をですね、走りまして、そしてこのイランに入りまして、この辺で映画撮影もございました。カット。素晴らしい。そしてこのイランを走り抜けまして、トルクメニスタンに入ったのが4月の15日。ここからですね、4月の20日に飛行機でこちらサンフランシスコの方に移動しまして、放射線治療に入ります。6月17日に放射線治療が無事に終わりまして、このサンフランシスコからトルクメニスタンにまた再び戻りまして、6月19日にトルクメニスタンをラン再開をいたしましたけども、50度を超える砂漠土漠の中をカンペさんは走りまして、ウズベキスタンに入り、そしてこのカザフスタンに入りまして、この中国に入りましたのが8月の25日ということです。やったー、中国。そしてこの中国をですね、ずっと走りまして、125日、距離でいうと4600キロをですね走りまして、12月27日にこのチンタオに到着をいたしました。そしてこのチンタオから再びヨットに乗りまして、1月4日福岡に到着と。そしてこの福岡からですね、大阪に向けて走って、いよいよ2年を超えるアースマラソンがいよいよゴールとなります。大変駆け足で2年間を振り返ってきましたが、お分かりいただけましたでしょうか。ぜひこの大阪ゴールを皆さん見守って応援してください。よろしくお願いいたします。